水戸に来ましたけれども、今日ねちょっと水戸でキャンプしよう、水戸というか茨城でキャンプしようと思って水戸からね大洗の方行ってキャンプするんですけど、せっかくなんでちょっとバイクをお借りしまして、初めてですね僕ずっとキャンプやってるんですけど、株でなんか茨城の美味しいものとか買いつつキャンプ場向かって、まあ、まったりやりたいなという回でございます。あ、純一です。じゃあよろしくお願いします。じゃあ行きましょうか、早速ね。来たよ海。あ、結構広いなここ。あんこう鍋やりたいな。これでもうすぐお家でお野菜用意していただければ、はい、こんにちは。もう江戸時代に確立した伝統的な作り方で作ってるお酒なんです、はい。なんでこんなうまいの、マジむちゃむちゃうまい。ゆっくり走ろう、ゆっくり走ろう。水戸で大洗の方に向かっていくねんけど、いやでもこの時期今2月やけど、ちょっとだけめっちゃ極寒なんか、ちょっとだけ陰った日で、あっち西田走ってると結構気持ちいいな。結構都会やな、この辺ね。えなんかちょっとこの辺は中心地なんかな、結構デパートとか大きいデパートとかあるね。広いところ出たな。これ何、このなんか池みたいなでっかいのある。まだ上の忍ばず池みたいな、あのなんかちょっと大きい池があって、横になんか用水路みたいな、運河みたいな川が流れてるけど、なんなんやろここ。初めて見たな。千箱か。千箱って言うんや。千箱って今書いてましたね。お、ええやんか、ロケーション。広いな、この湖やな、千箱やから。ウインカーの使い方がちょっと難しいね。勝手に戻らへんから。あ、来ましたね。千葉湖。千葉公園やな、ここ。だから、湖のほとりにこう公園がいろいろあって。ああ、これね、SL があるけど。なんなん、これ昔走ってたんかな。お、本物やな、これ。川が流れてるね。あ、海近いんかな。船とかあるよ、この川に。入りますね、まもなく。入りました、大洗。大洗港のフェリーが見えてきましたね。おー、いいね。あ、来ましたね。あ、がっつりフェリーや。乗れば北海道行けるんや。来たよ海。あ、結構広いなここ。太平洋丸出しやん。あ、ここね、めっちゃ広いやんか。あ、これあれじゃん、初日の出めっちゃ綺麗なとこじゃん。
よいしょー。さあここがね、魚介、ご当地の魚介とかを販売してるお店っていうことで、ちょっとせっかく茨城なんで魚介をここで買ってキャンプ場行こうかなと。うおー、いいねこれ、魚介の。こんにちは。うわ、見てこれ、大粒ハマグリとか。いや、これむっちゃでかい、ホッキ。へえ、あ、これが牡蠣も売ってて、なんか変わり種ないんかな。これは茨城なんかな、あんこうはね。えこれなんか、これあんこうのともす、酢でなんか食べるんかな、これも。へえ、ちょっと向こう、向こう見てる。あ、こっちもほら、さっきのあんこうの、あんこう鍋やりたいな。ほら見て、ほらこれなんか、これ、これもなんかぶつ切り、あんこうのぶつ切りっぽいけどね。これ買っていこうかな。それは、はい、何人まで、ごめんなさい、ちょっといいですか。はい、これで大体2人前。2人前ですね。うん、この辺マグロは刺身で切ってもらえるんですか。これも、はい、大丈夫です。お刺身でいける。うん、何人前って言っていただければ。1人前でいい。中トロでいいですか。うん、はい、じゃあ今切りますね。これと、じゃあ中トロの刺身1人前とください。はい、はい、何、どういう出汁で食べると美味しいとかあるんですか。ですね、あんこう鍋は、はい、このうちで作ってある味噌があるんですけど、これでもうすぐお家でお野菜用意していただければ、はい、あ、これもじゃあ買います。これは一応セットなんで。あ、セットない、はい、あ、ついてるんですね。そうなんです。あ、じゃあこれとで、なんかネギとか切って。そうですね、白菜、ネギ、白菜とか、椎茸とか入れて、お湯で溶いて。これもどのぐらいですか、倍率的な。もう好きなお好みで。そうですね、味見ながらなんですけど、はい、あのこのあんこうからも水分が出るんですよ。あ、だからちょっと濃いめに作っていただけると、はい、美味しいです。わかりました、はい、じゃあこれと、はい、マグロの中トロの切り身を1人前ください。はい、はい、今ね、あんこうが有名ってことで、この辺じゃ深海深いんかな。まあ、あんこう、ここでご当地のあんこうと、このお店で作ってるあんこう鍋のもう味噌だれがあったんで、セットで売ってたのと、目についた刺身を買ったんですけど、今日ね、ちょっと泊まりキャンプなんで、やっぱ泊まりやから一杯やりたいなと思ってたらね、すぐ近くにね、茨城のこの地酒売ってるお店があるらしいんで、そっち行ってちょっとお酒買ってキャンプ場行って、あんこう鍋を食べながらクイッとねやるっていうちょっと計画で、今からだからその一回お酒を買いに行きます。だんだんやっぱお酒の話してると声でかくなってくるね。ここが月の井酒造さんですね。ここでちょっとね、今から日本酒をゲットしつつキャンプ場に行って、まあ鍋をやって、まあ今日泊まりなんでね。こんにちは。お、なんか、あ、こんにちは。酒造さんなんですよね。いらっしゃいませ。なんか厚燗とかやりたいなと思って。あ、最高ですね。うちのお酒は、はい、もともと燗向けの。あ、そうなんですか。え、原料のお米をこう十分に溶かして、うま口系のお酒なので、保管にして温めることでよりうまみを感じやすい、そんなお酒です。そんな中でも何かおすすめあります？ね、どれもおすすめなんですけど、はい、じゃあ、あんこう鍋に合いそうな、はい、そうだな、じゃあこれにしますかね。これ、ナノツキという銘柄なんですけど、はい、あの木元作りという、もう江戸時代に確立した伝統的な作り方で作ってるわけなんですけど、はい、で、まあ、原料も茨城県産の有機栽培米、はい、有機ジャスの認証を取った酒米を使って、はい、かつそこに普通はこう酵母って添加するものなんですね。添加してそれで発酵させていくんですけど、それを添加しないで、こう蔵とかその環境にあるものが入ってくる無添加の作り方。へえ、はい、いいですね、はい、これおかんすごくおすすめで。冷酒で飲んでも美味しいんですか？冷酒で飲んでも美味しいです。でも缶にも合ってる。はい、
でちょっと欲張りなお酒で、はい、これアルコール度数が高い原酒なんですよ。何度ぐらいですか？20度。高っ。普通日本酒市販してるものって15、6度とか一般的なんですけど、でアルコールが高いので、はい、そのまま冷やしても温めても美味しいし、はい、あとロックで飲んでいただいても美味しいし、あ、氷を入れて、あ、そうなんですね。贅沢なんですけどソーダ割りとかにしていただいて、日本酒のソーダ割り、はい、へー、味が濃いしっかりしたお酒なのでソーダにも負けない。じゃあいろんなやり方ができるお酒ってことですね。そうです。で中でも一番おすすめなのは缶酒。あ、そうなんだ。あ、はい、だから20度あるからアルコールもあんま飛ばないんですね、はい、あ、そうです。もう全然飛んだりはしないし、温度をかなり上げても、はい、その味があんまり味も飛ばないしミュースに感じない。いや、これいいよ。じゃあこれちょっとこれ1個はいいただいていっていいですか？ありがとうございます。1本でいいですか？え、これ1本僕飲んだらもうベロベロになりますよこれ。そうですね。いやでもなんかせっかくやから、はい、もう1種類ぐらい、なんかもしこれは米粉を使ったバームクーヘン。俺バームクーヘン大好きなんですよ。あ、本当ですか？米粉のバームクーヘン。そうです。しかも酒米の。それは味はやっぱあの小麦粉とは変わるんですか？また味よりも食感が違いますね。米粉のバームクーヘンの方がかなり密度が高くて、はい、しっかりしてます。食べ応えある感じ。食べ応えあるバームクーヘンです。食ってみたいな。で、うん、我々のおすすめの食べ方が、はい、オーブントースターでちょっと炙って食べると美味しくて。焼きマシュマロってキャンプでやるじゃないですか、はい、若い女の子がね。なかなか焼きバームクーヘンは多分やった人いないと思うんでせっかくや今後のね。ありがとうございます、はい、大洗のご当地のお酒とバームクーヘンで、はい、今私自分で提案してハッと思ったんですけど、はい、実はこのお酒の酒米を精米した時に出る米粉でこのバームクーヘン、はい、あ、そうなんや。なのでまあセットみたいなもん。セット、偶然偶然偶然ですけど。シラカップって分かります？キャンプですか？分かんないですか？まあ簡単に言うとお椀みたいな、はい、鍋ですね、ちっちゃい、うん、あれに日本酒直接入れたらやっぱ飛んじゃいますよね。直火結構強いですね。そうですよね。だからこれとかに入れて湯煎の方がいいですよね、はい、多分。もう湯煎だとこうじんわり温かくなって最高だと。450円やし買おう。ありがとうございます。すみません、これも、はい、お預かりします。おちょこは大丈夫ですか？おちょこは僕ね、なんかちょっと口の大きいやつ好きなんですよ。缶酒は口が大きい方が。あ、美味しいですか？美味しいです。このこれいいんじゃない？1000円のいいですか？それも一応笠間焼きです、ね、いいよね。これ現物のみ？現物のみです。じゃあこれください。はい、はい、ありがとうございます。めっちゃ買ってるよ。そう、笠間焼きのはいです、ね、うわ、なんかでっかい鳥居が出てきたで。なんこれ、大洗磯前神社。へえ。あ、大洗キャンプ場ね。海の近くにあるんやな、キャンプ場。いいね。あ、こんな感じなんや。あ、これいいね。ええやん、ここ着きましたね。ちょっとこの広いね、平坦なサイトがあったんで、ここで今日はちょっと設営してね、あんこう鍋キャンプ始めていきたいと思っております。思っております、思っとりますよ。すごいでしょ、これ一人で喋ってますからね。
テント使う久しぶりやな。これ今日バイクキャンプやからね、持ってるテントの中で一番ちっちゃいやつ持ってきてんけど、使う久しぶりすぎて作り方ちょっと忘れてるっていうね。だいぶ思い出してきたけど、多分ここやな。うん、あ、ここや。ん、よいしょ、よいしょ、よいしょ、あったあったあった。よし、ほっ、ほっ、よし、これね、ノルディスクのロフォテン1っていうテントでね、こうダブルウォールっていうんですけど、要は中のこう寝るところと、もう一個屋根、この二重になってるテントの中で世界で一番最軽量、一番軽いって言われてるテントっていう噂をどっかで聞きつけたことがあるレベル。よいしょ、どうしようかな、どうしようかな、どっちにしようかな、椅子で行くのか、これ行こうか。よいしょ、あ、やばい、テントよりマットの方が幅が広いね。ぎゅうぎゅうやわ、足元ちょっと浮くやん。まあでも寝れるからちゃんと。これがね、だから本当はなんか枝みたいなのがあるといいねんけどね、ちょっと探そうか。よいしょ、なんか枝みたいなの落ちてないかな、あるかな。あ、これとか強そうやね。うん、これ系の、これ硬いから、これのもうちょっと太いやつが落ちてれば一番ええねんけど。あ、これええやん、長さも。ただちょっと弱いかな。いや、そーっと行こう、そーっと、これで行こう。あ、これの方がええやん。よっしゃ、これでいけるやろう。
冬キャンプ。やっぱ横着したらあかんな。ちゃんとこう丁寧にやらんと折れるね今日の木は。冬キャンプ疲れてきたぞ、さすがに。いただきます。あ、めちゃめちゃうまいわ。初めての光景じゃない？バームクーヘン焚き火で焼いてるって。